全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。俺は何がやりたいか分かんねえ、教えてくれ。旗はい、ということで今回は自己分析のやり方っていうテーマでお送りしたいと思います。就活でよく自己分析しろっていう風にあると思うんですが、はい、あれってどういう意味があるんですか、ね、僕は自己分析とか意味あるみたいな感じ派なんですよね。いや、それ就活ミスってる、はい、後々自己分析やった方が良かったんですけど、就活当時は自己分析なんてしなくても別にっていう感じだったんですよ、ね。まあ、確かに喋れるやろってなりますしね、自分のこと。そうですね、後で紹介もするんですけど、自分史とかモチベーショングラフとか幼稚園児じゃないかやめてくれよと思ったんですよねそういうの含め自己分析でそもそもどういう意味があるんかなっていうのを畑さんにお聞きしたいんですけど、人材会社として。意味がある。いや、でもそれは俺もわかるよ。ですよね。めちゃくちゃ自己分析して自分のモチベーションだったりとか、はい、何が一番プライオリティが高いのかっていうのを知るっていうのは大事だと、うんうん。ただその結果車のディーラーに行きたいってことが分かりました。なわけあるかいみたいな。そうなんですよ。自己分析して保険売りたいなんて絶対なんないと思うんですよ。それで自己分析する必要あるんかなっていうのが交わる点を見つけるため。確かに確かに。僕は自己分析した結果ブロッコリーが好きですみたいなレベルに近いというか、関係なくねみたいな。ちょっと違う、さすがに言ってることはずれてないと思います。お笑いの養成所でも自分史は作れって言われましたね。中学生レベルの養成所なんです。いや違う、お金に悩まってたのは笑いに繋がってない方もここにいらっしゃると思うんですけど誹謗中傷ですか。誹謗中傷すいません、腹立ってくるからいや、それはちっちゃい時とかに今忘れてるけど面白いエピソードとかっていうところを自分史とかをすることによって思い出すよみたいな、なんか話さなきゃいけない時にすぐ出てくるようになるから自分史作った方がいいよみたいなことはおっしゃってました、講師の先生。じゃあ人生において自己分析やる必要があるっていう派なんですか。いや、就活の自己分析のことは分かんないから。お笑いにおいては一応必要みたいな感じですか。エピソードを覚えとくのは大事だよみたいな。ちょっとまた別件だけど、はい、お笑い養成講座の講師って何なのって僕は思っちゃうんですよ。 あれ売れてない人がやるやつ、ね、違うんですか。ストレートに言うつもりじゃないけど僕教えてもらってた人は例えばボキャブラ世代のブーマーさんとか、分かります。ちらっと聞いたことある、はい、当時結果出した人とかが教えてくれたりするんで、意外と当時の裏話も聞けるんで楽しかったですけどね。永続的に笑いが取れない人に教わったってことですか。いや違うよ。いや、養成所に関してはそうじゃないですか。でも僕お笑いの養成所自体もちょっと話で飛んじゃうんですけど、意味あるんかなと思ってあれは意味ある。お笑い養成所はお笑い芸人やりたいです、でもコンビでやりたいですってなった時に、意外と大学の同級生とかだとみんな就職したいっていう人ほぼだから、相方を探しに行くみたいなニュアンスで僕は入りましたね。笑いを育てるっていう観点ではなかった。あれは何も知らなかったんで入ってみたいっていうのもあったんですけど、相方絶対お笑い芸人になりたいやつの集まりだから相方見つかるじゃんと思って入らせてもらったっていうのが、教えてくれる講師の方々は当時一世を風靡した方とか今も放送作家としてやってる方とか、脚本家の方にも教えてもらいましたけどね。ネタ見る前にお前らクズだからみたいなことをずっと言われて1時間終わるみたいな、そういう人もいました。そいつは何だろう。そいつは当時1回本で売れた人だったんですけど、ずっと飲み物を飲みながらお前らクズだからみたいな、売れてねえから5人だよなみたいな、だからそんな売れてねえやつのネタとか見たくねえからネタやんなって言われて、ネタ見せの授業なのに1時間それで養成女性と抗議したらクビになりました。そういうエピソードもある。だから売れないんでしょうねSNS コンサルとかもその部類。そうですよね、同じですよ。伸びてる人がやるならいいですけどね、はいはい、っていう話じゃないですか。今しかに TikTok 教わるとかどういうことやってでもそれと近しいってことですよね。我々のウェブマーケのコンサルっていうのはっていう話です。今の今しかさんに教わるのは多分嬉しいじゃないですか。だけど今しかさんの20年後に教わってるみたいなニュアンスかもしれないですね。俺は20年前 TikTok でフォロワー10万人までいったから、お前らに教えてやるよと、画面の前で発狂しろって言ってそうすればバズるんだよ。でも養成所はいいとこなんでね。全然話飛んじゃったんですけど、結局自己分析って就活のやりたいこととすり合わせみたいな感じですかね。いや、先ほどおっしゃったように自己分析したから行きたい業界が定まるってことはないと思います、正直。ただ業界は多分どの人も大体興味関心とかそのレベルで自己分析に紐づいてるってことは基本的にほとんどないかなって思いますね。よくうちの会社とかだと自己分析して人と関わるのが好きだと思ったんで人材業界行きたいですっていう方いるんですけど、別に人と関わるなんてどこでもできるやんってこっちからしたら思うわけですよ。なのでそこは立て付けでしかなくて、ただ行きたい業界はふわっと決まりました。その中でも会社のカルチャーとかってやっぱり変わってくるんで、そこをいかに説明できるかとかは自己分析の度合いによって変わってくるかなっていうのは、自分のパーソナリティとか自分はこういう特徴の人間なんでこういう特徴の会社に行きたいですとかは自己分析度合いには比例するかなと思いますね。ただ就活だから自己分析するとかって別にあんまりないかなって。いつもするじゃないですか、今でも自己分析する人
人はするしっていうパフォーマンスみたいな感じです。パフォーマンス力向上というか、きっかけになるみたいな。きっかけ、あ、そうですそうです、うん、その自己分析のやり方っていうのは何が正解なんですか。なんかいろいろ YouTube とか今回やってる途中に手法がありすぎて、結局 DYM さんでのおすすめはどういうあれなんですか、自己分析のやり方でいうと。あんまないですね、やり方に関しては。自分に合うやつやればいいんちゃうかなって。畑さんでいうとどんな感じでやってるんですか。僕モチベーショングラフに書いた記憶ありますけどね。ただそれが自分に合ってるかどうかはあまりわからないというか、結局自分が考えてることを正しくアウトプットできれば面接上では問題ないと思うんで、それできればどの自己分析のやり方でもいいと思います。だってゴルフめっちゃ下手ですけど、世の中にいろんな動画あってどれが正解かわかんないんで、未だにやってみてこれだったら正しくアウトプットできるが就活時点でのゴールだと思うんで、何でもいいかなって思います。いろんな方法を試していくみたいな感じですか。試してみてもいいと思いますし、一回自分史書いてみて自分の感情正しくアウトプットできるっていう状態であればもう別にそれでいいと思いますし、正解はあんまないんじゃないか。二郎はさすがに許せないでしたっけ。笑えない、笑えない。初めまして。初めまして。学歴コンプあるんですか。めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるんだ。結論自己分析は